上り川駅舎鶴見小野駅は神奈川県横浜市鶴見区小野町にある東日本旅客鉄道鶴見線の駅である。駅番号は地霊3。所在地である小野町から取った名前。小野町の名前の由来は江戸時代末期より明治初期にかけて地元の名主である小野高義、鱗の城親子がこの一帯を埋め立てて、神殿開発を行い、小野神殿と名付けられたことによる。 当時すでに中央本線に小野駅が存在したため、区別として鶴見を冠している。駅名変更の理由は国有化に伴い、できる限り固有名称を廃した駅名にする必要があったためだが、戦時下に伴う防雨用活動の一環でもあった。相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。踏切に隣接していて、上りと下りで、 別の駅舎が使用されており、校内で互いのホームを行き来することはできない。無人駅となっているが、鶴見線営業所員が不定期に改札業務を行っていることがある。簡易水下改札機設置駅。JR の特定特市内制度における横浜市内の駅である。2008年度の1日平均乗車人員は4905人である。無人駅のため、 2009年度以降の乗車人員は公表していない。近年の1日平均乗車人員推移は下記の通り、住宅地や商店街が広がる。臨海部研究開発拠点、横浜サイエンスフロンティア地区がある。かつて日本で唯一と言われたアナログレコードプレスメーカーがある。ありがとうございます。